信長様がおったでの信長様の前でわしもずっとかしづいてるばかりじゃからな、あまり下手なこと言うと切られてしまうで。今日も皆のおかげでの、皆が協力してくれたおかげでわしの命がまた一日一日とまた伸びていくでな。こういうふうに皆が協力してくれるとな、わしも長生きできるで、嬉しいんじゃ。いや、まことじゃぞ。今日だって本当に1秒でも過ぎたらもう雑種と、もう残暑だけにの雑種はい、これ照本から教えてもらったの。照本はの毛利照本は割とこういうのはちょっと冷めた、こう現世でいう冷凍庫なるものから取り出したこう何か氷のようなことを言うでな、あのもの。わしもちと真似てみた。いやー、紀の国はのえりゃ楽しかったんじゃ。何がやっぱり楽しいかっちゅうと、いろんな武将と会えるっちゅうことじゃな。そして400年前わしとつながりがあったもの、わしの家臣だったもの、わしを裏切ったものそういう者たちと会えるのはまたの楽しいんじゃな。ただ秋の国でのその夏の陣はの、どっちかというと西軍寄りが多かったかの。じゃけどまあ、あのこれ愚痴じゃないぞ悪い、あのわしに挨拶がなかったんだな実はいや、ええんじゃ、ええんじゃ、別に怒っていること、怒ってはいない、怒っていることではないんじゃない、まあ、もちろん信長様がのおったで、いや信長様おるっちゅうことはもうわしはもう一番上ではないの。あの場はもう確実なるあの信長様がこう頂点に君臨しとる場所だから、もうええんじゃわしの挨拶なんで、えんじゃぞいや、ただちょっと寂しかったのと思ってな、ちょっと考えてのなんで挨拶がなかったのかなと思って、悪く捉えるとまあちょっと現世でこの暗いちものを忘れてしまって挨拶というものを怠ってしまったということもありえるが、わしちと思ったんじゃ、あいつらに限ってそれはないんだな。多分西軍として戦った時に、まあ、負けてしまってこうの15年後に豊臣家が潰れたということで、まあ、それを何ちゅうだろうな、あの負い目にしとるというか、それがあるからこそわしに顔向けができんのかなと思っておる、信じたいそう、うん、まあ、だからあまりこう交流が深めれんかったんじゃな。一番誰と仲良くなったか、まあ、仲良くなったって言い方おかしいの、一番打ち解けられたのは光秀じゃあ、皮肉なもんじゃの、わしの大好きな主君を殺しておき、そしてわしに殺された光秀が400年の時を超えて一番仲が良くなったんだな。わしらな、当時の話は一切しとらん。なんか風貌が変わられましたの秀吉殿と言われたぐらいじゃな、光秀には。何にとるんじゃと言ったら、どうも現世でいう熊のプーさん、いやそれに似とるとか言っとっての、よう言われるんだがわしもそれはの知らん。わしはのそれは否定し続ける。プーさんがかわいそうじゃんいやプーさんがかわいそうじゃんな。まあそんなこんなんで光秀とはえりゃ仲良くしたの。まあ昔話は一切知らんが何か一番打ち解けられたかなと思って、そしてまあ照本とも陽気話したの。あのものは400年の時を超えていりゃあのひょうきん者になったの、なんか昔のわしになっとる、木下藤吉郎みたいになっとるだやつ、どうしたのかな、こう負けてこうちょっとあのなんかこう切れたかのまあそういうことがあったということじゃな、秋の国では。まああとは何があったかの、最近だと土祭りの、いや皆の衆あの来てくれたものありがとうさんじゃ、あの皆の声援は聞こえとったでな、あの工場行った後にこう何々様って言ってくれたじゃろ、あれは名前を言っとるんだろ、
例えばわしだったら、わしが工場終わったら秀吉様って言ってるのかの、プーさんとは言ってない。いやこれ確認しとく。ど祭りでプーさんってダメじゃん。あまりあの一般のものに浸透したら困るで。ただでさえ言われるんだから、一般のものにも。家臣から言われるのは、まあ、まだわかる。まあ、よう見とるでな、うん。ただ、一般のもので、初対面で、プーさんみたいって言われると、そんなに言いとるかなって言って、わし。あんな平和ボケじゃないぞ、わし。いつも、あ、大丈夫かな、蜂がおるの。あ、プーさんの話したからか。わしも蜂蜜持っとると思って、寄ってきたのかな。うん、かもしれんの。まあそんな感じで、ど祭りもの、やはり皆の精鋭のおかげで、なんとかうまくいった。まあ、チートばかしのいろいろな問題点もあったかもしれんが、わしとしては楽しめたで、まあ、皆も来てくれたしの、まあ、あと、刀も触れたしの、久しぶりに。久しぶりじゃろ、わし。久しぶりじゃろ。ほほ、ブシブシ以来。あ、そうか。そうじゃそうじゃ。ブシブシの、もう一回やりたいの。ただわし噂に聞いたことがある。ブシブシはあるじゃろ、まあ、ブシブシ夏フェスっちゅうもんじゃな。ブシとコントっちゅうものがあると違って聞いたぞ。いやーエレア楽しそうな響きじゃの。何かかかり太鼓で陣座さんのものが真ん中をやったという話も聞いたしの。信長様が最後五の数で決める場所あるだろ、かかり太鼓でこうバーこう横行ってバーバーダーって決めるあのところがあるんじゃない、最後かかり太鼓で。信長様が行く方向じゃない方向に見ながらこれあれエリア面白いの。信長さんがこっち来たらこうやってあーそっちかこう言ってこう言ってわーあーっつってでダダダダダンはぁ我らって信長様言ったら言えよいやありゃ愉快じゃのトーマ。いや今武士と武士っちゅうもんがあったじゃの、はいはい、ただわし噂に聞いて武士とコントっちゅうものがある。ござりました。あれがエリア面白そうじゃと、はい、やってみたいということで。あ、ありがとうございます。ぜひにぜひにまた第2弾がござれば。そうじゃのやりたいの。あの時はまた何やろうかの。リエスも前回は漫才などをされましたね。漫才か、はい、こうやって月山様とお二人で。あら虎之助と、はい、いやそりゃ面白そうじゃの。いやわし思うんじゃ、漫才やるんじゃったらこうやって出てくるじゃろ、で君はって言うんじゃん。あれ滑った。ごめんなさい。今滑った。いえ滑っておりません。皆様がですね秀吉様のこの高次元な笑いについてご覧いただきます。さすがじゃトーマ。いや今顔めえれ熱いわ。まさかもう、いやもう今年一じゃわしの中で。うわえれ恥ずかしかった。やるんじゃなかった。いやまあそんなこんなんでな、楽しいものが目白押しというかたくさんあるでな。これからも皆の衆を笑わせれるようにの頑張るでな。なんじゃなんじゃ、噛んだと言いたいのか今。違う噛んだよ。私噛んだぞ。噛んだ。え、噛んでおりません。秀吉様のこの高次元の発声を皆様が、はい、そうじゃの、まあ、そうじゃの。ではミノルシュ、まあ、そういった感じでの今日もええ話聞けたの。わしの大事な話が聞きたれ。また明日来れるものは来てちょうよ名古屋城。また笑顔見せに来てちょう。ではのさらばじゃ。ありがとうございました。天気がいいなと感じました。お気をつけてお帰りくださいませ。